博多祇園山笠は中世以来の伝統を持ち、人々が悪疫退散を願って人形を飾った山を町中かき回る勇壮な夏祭りです。江戸時代には博多の7つの流れが順番に1から6番の山を仕立てました。1、3、5の奇数番は修羅物で、城と旗を背景に武将や勇士の人形が飾られました。残る偶数番はかずら物で、御殿を背景に女性や公家の人形が飾られました。では福岡藩主の黒田家に献上された幕末の山笠の絵図から修羅物を紹介します。源平合戦の源義経や天下統一の豊臣秀吉を題材にした勇ましい山が人気でした。鬼退治の桃太郎や猿かに合戦の山もあります。優美なかずらの山でも妖怪や怪物を勇ましく退治しています。山笠人形師が記した山笠番付では、疱瘡やはしかなど博多での疫病の流行がうかがえます。疱瘡の大流行の年には悪疫退散を祈る小さな疱瘡山も作られました。人々は疱瘡神を嫌う赤い絵をお守りにしました。山笠でも悪疫退治で有名な源為朝が赤い陣羽織を着て登場します。筑前独特の疱瘡除けには豊臣家の武将笹の才蔵の土人形があります。幕末の医学でも流行病から子供たちを救う努力がなされました。11代藩主黒田長広はオランダから長崎に首藤が入ってくるとすぐに取り入れ、領内で実施しました。しかし開国前後には恐ろしいコレラも日本に入ってきました。明治維新後の文明開化、近代化の時代になると山笠は悪疫退散と関係がないとされ、禁止令も出されました。人々の嘆願でようやく復活しても山の高さは低くなりました。しかもコレラの流行で何度も秋に延期されています。明治の終わりから大正にかけ、山笠は町を回る柿山と背の高い飾り山に分かれました。博多人形師たちが描いた飾り山の下絵には全国の有名な武将や勇士が数多く登場し、一層の人気がうかがえます。戦後は新しいアニメヒーローも登場するなど、バラエティ豊かなものになりました。